どうなってますかっていう、ということです。さあ、それではですね、そろそろ試合の準備できたようです。早速ベスト4の試合、一気にご覧いただきましょう。バトルスタート。はい、上側が、マルクスさん対チョコビさんですね。はい、ボーマンダ、ゲンガ、ギャラドス、はい、バンギラス、ニンフィア、サンダース、マルクスさんですね。はい、そして画面見えておりませんが、お相手チョコビさんのパーティーがエーフィー、ニンフィア、月光がヘラクロス、はい、ムクホーク、ドーブルと。そうですね、ね、はい。そして、下側が、キョロさん対カツメシさんとなっております。はい、画面側カツメシさんのパーティーがガルーラ、ニンフィア、ヒードラン、はい、ゲンガー、クレセリア、ガブリアス。お相手キョロさんのパーティーがブラッキー、ギルガルド、はい、ラッキー、ニンフィア、ゲンガー、ヤドランとなっておりますと。まあ、もうそれぞれ、何度もね、戦って、もう今までの見てきたパーティーだと思いますけれども、もう本当今までの戦いも見て、技の構成であったりとか戦略というのは、はい、まあ、分かって、ほぼ分かってきている状態というところですね。はい、さあ、その辺を踏まえた上でどう戦ってくるのか、どのポケモンを選んでくるのか。そうですね、さあ、どうなってくるでしょうか。そして催眠術は当たるのか。そうですね、気になっちゃいますね、本当にね。比較的上側はそうですね、割と結構速攻型のパーティーというとあれですけども、割とスパッと勝負決まりそうですので、先にじゃあ上側を実況していきまして、そうですね、主に見ていきましょう。おそらく多分先に終わるのは多分上側だと思いますので、何が起こっても先に上が終わりますよね。その後じゃあ下側の実況という流れでいきましょうか。はい、はい、さあ、4人とも頑張っていただきたいですね。はい、さあ、準決勝、はい、そうですね、いよいよもう準決勝、これに勝てば決勝戦です。はい、さあ、 V ジャンプビクトリーカップ頂点へ向けての一歩歩みを進めるのはどの選手なのか、ご覧いただきましょう。準決勝です。始まりましたね。始まりました。はい、今の暗転が長かったのがちょっと不穏な気がしますが、はい、信じましょう。はい、さあ、やってまいりました。さて、どうなるでしょうか。どうする。はい、okay、なんとかつながりました。まずは第一関門突破です。はい、さあ、そしてボーマンダ、ボーマンダ対ドーブル。ドーブルですね。ボーマンダは初めてですかね。ドーブル、ボーマンダ初めてじゃないのか。先ほどの試合がちょっと上側の解説だったので、はい、はっきり見えてなかったんですが、そうですね、ドーブルは先ほどもね、1手目に突破しましたね。選出されましたね。さあ、そして、上側はちょっとあれですが、下側が、メガゲンガーと、はい、ヒードランっていうですね。あ、上側も動きましたね。おっと、メガボーマンダにメガ進化しました。はい、翼がより大きく、そしてハイパーも一緒、はい、特製スカイスキンによってすごい火力になっております。はい、次は気合いの助けでクッと耐える。はい、そして殻を破ってきました。殻を破る、はい、とさあ、これもなる。しかし、はい、攻撃が一気に上がってきます、特攻撃、はい、素早さも上がる。ブラッケで、はい、特防が上がりました。おお、なるほど。で、攻撃が下がりました。下がる、なるほど。さあ、これがどう作用してくるのか。はい、おっと、さあ、マグマストーム、これは持ち物は、あ、違ったか。はい、なるほど。上側の下側、ゲンガー滅びの歌というね、はい、技を取ってきました。滅びの歌は聞いてしまったポケモンが3ターン後に倒れてしまうということですね。ゲンガーの影踏みによって交代することができませんので、はい、お相手。なるほど、この滅びの歌との相性はいいんですよね。非常に厳しい。さあ、そして、上側はまだ動いてないですか。はい、ですが、気合の助けで1残して耐えたドーブル、まあ、次にするのはなんとなく読めてきそうな感じもしますけれども、それで下側ゲンガー道連れですね。さあ、ボーマンダが交代しますね。はい、
ギャラドス。ギャラドスか。ここで交代。ギャラドスの威嚇が入る。攻撃が下がっていく。欲しい。おキノコの方式ですね。キノコ。なるほど。お眠り。素早さが上がりました。先ほどのターンはボーマンダの方が素早さが上だったんですが、はい、なるほど。あ、素早さもでも1段階下がってしまいましたね。あ、ただでもこのターンはギャラドス、はい、まあ、起きることはないというのもありますし、どうでしょうか。バトンタッチですね。バトンタッチ、はい、先ほどと同様の流れになっております。はい、いろいろと引き連れて、はい、ここは安全に、バトンタッチすることができますね。はい、ここで起きることはありません。そして AP、 先ほどと同じ流れですね。はい、AP です。そして下側はこれは身代わり、ヒードランが身代わりを張ってる状態ですか。はい、これは身代わりですね。ゲンガーもですね、はい、道連れ、マグマストームの効果によって、はい、マグマストームで拘束されている間は交代ができないと、お互い交代できない状態になってるんですよね。そうですね。滅びの歌で、そのターンに滅んでしまうっていうターンにその、はい、ゲンガー側が交代してね、自分だけ生き残ると。なるほど。生き残るとかのゲンガーはゴーストタイプなんで、すでに死んでるのかもしれませんが、はい、倒れてますね、滅び。ここで滅びカウント0になって、お互いに相打ちという形ですね。ゴースト、あ、そう、ゴースト、はい、そう、ゴーストだから高速無効なんで、はい、ちょっとボロが出てしまいました、ね、バケの皮が剥がれてきました。うっかりうっかり。いや、コメント優しい、ありがとう。失礼しました、ありがとうございます。そしてサンダースが出てきてますね。ではここででも逆に その状態であってもゲンガーを交代させなかったということは、はい、まあ、やはり、まあ、ゲンガーがヒドラに対して役割を持つべき相手だったので、うん、ヒドラさえ対処できれば OK ということだったんでしょうか。もっとしてギルバルド出てきてますね。はい、ギルガルド、ギルガルドですね。はい、はい、ギルガルド出てきました。そして変わってブラッキー、くるくると変わっていきます。はい、運営の方々ちょっと対象よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、下のガルーラが、メガ進化。さあ、そして、こちら側が、キョロ選手、カツメシ選手ですね。キョロさん対カツメシさんですね。はい、キョロさんがブラッキー、カツメシさんが今ガルーラ、はい、身代わりを出します。ゲンガーと、ヒートランが両者とも滅びの打で倒れてしまったということですね。はい、そしてキョロ選手がブラッキーとギルガルドということですね。はい、さあ、カツメシ選手がガルーラ、はい、待っております。さあ、そしてイカ様、おっと、さあどうする。さあどうでしょうか。ブラッキーは結構ね、ガルーラに対して、はい、頑張れる、結構注目されてるんです。そうですね、グローパンチで攻撃力が上がってもイカ様があるんで、はい、返り討ちにできたりとか。そっかそっか。最近ガルーラというと、はい、ガルーラミラーを意識したドリーンパンチ、ドリーンパンチガルーラなんかいますけど、はい、あれに対してはどうなんでしょう。僕、私もちょっとガルーラもブラッキーもそこで使った経験がないんであれなんですけど、コメントで教えていただければ、はい、ドリーンパンガルーラに対してブラッキーというのはどれぐらいやれるもんなんですかね。が岩流れ、岩流れ2回あと、はい、イカ様なんか、ね、あ、動きましたね。行きましたね。お、少し残りました。まだ残ります。はい。さあ、ブラッキーはですね、特性が2つありまして、はい、シンクルと精神力というね、はいはいはい、あるので、シンクルだと自分が状態異常になった時、状態異常を相手に移すという特性ですか。精神力だと今度はひるまないという特性があって。どうでしょうね、どっちもありだと思うんですが、はい、やっぱ今みたいにガルーラと相対することが多くてですね、その岩の辺りひるまされてることもあるんで、まあ、精神力というのもありますし、はい、だシンクロも強いですから、ね、やっぱ耐久型で
その状態以上を牽制できるってなんか強いですからね。どっちもありそうですね、ブラッキーは。どちらもやはり、ね、どっちもありだと思います。最近は岩の辺りもな、どうなんだろう、やっぱりいるか、ガルーラ。ガルーラ本当に技が読めませんからね。目覚めるパワー、さあこれは抜群ですね。ということは、さあここでおっと、そしてここで弱点保険、はい、グーンと上がって、はい、そしてニンフィアの目覚めるパワーのタイプとして炎とか地面とかが結構ね多いです。まあ、炎がやっぱり多いかな、ナットレイあたりに対して、はい、それもあるんで、それを、まあ、ギルガドと交代読みでという感じでしょうか、うん、読みですかね、はい、あの場面でブラッキーをハイパーボイスにさらすわけにはいきませんからね、うん、やはりここは交代になりましたが、弱点保険で、はい、攻撃力と特攻が2段階上昇するという形になっております。さあそれでは、上の方ですね、再試合を行っております。再試合を行っております。そして、そうですね、今の攻撃で HP が半分減ってしまえばね、はい、また変わってきましたが、ちょっと次の目覚めるパワーも耐えそうですかね、どうでしょうか、わからないですけども、ダメージも幅がありますので、耐えればです。耐えましたか。耐えましたね。これでバトルスイッチ入りましたよ。はい、これでわかりません。アイアンヘッド、アイアンヘッド抜群です。さすがに耐えられない、これですね、耐え切って。さあそして、さあどうする、ガルーラですね。はい、ガルーラやってきました、はい、さあガルーラ、まあ、まあおそらくギルガルドは倒すことはできるでしょう、はい、自身でまずはギルガルド。さあそして問題はブラッキーですね。そうですね、体力が半分ほど減っていたと記憶しておりますが、はい、まあ、精神力であれば、まあ、うん、岩の誰でもひるむことないので、はい、まあ、ほぼ大丈夫だと思うんですが、さあ今だった場合ですよね。あ、そうかそうか、回復してましたね、体力は。あ、持ってましたね。でもまだこの状況でも、その仮にシンクロでないとして茨城でひるませ続ければとい う、 うん、まだ勝ち筋がありますね。なるほど、はい。両バトルとも声が出てますね、はい、思わず声が出てくる。さあどうする。今だね、まあそうですね、どうだ、あー、まあ、ちょっと特性がどっちだったかも分かりませんが、はい、動いて、イカ様で勝ちましたと、はい、ということでこちらが、勝目さん対キョロさん、キョロさんの勝利ですね。キョロ選手、はい、勝利ですね。決勝進出でございます。おめでとうございます。キョロ選手決勝戦進出、はい。さあそれではもう一つですね、こちらはチョコビ選手とマルクス選手の試合、はい、